は、ピアノを初めて弾く人のために基本形をお伝えします。基本のまず基本の基本、ピアノを弾く前にやることをやります。弾く前に何をするか、ね、今座ってます。まず座る行為から始めましょう。椅子がありますが、この椅子に対して座るとき、できるだけお尻をがっつり座りません。少しだけ引っ掛けます。なので引っ掛けるためにここの間の部分はできるだけ広げます。ここが近いと狭くて引けません。これが広いとどこまででも引けていきます。のでできるだけここの間は開けておきましょう。いいですか。さあ、そして座った時、足の位置をどうしましょうか。足の位置は一緒に置いては力がきちんと入りません。足はどんな楽器においても、どんな運動においても、とても大事なところです。ここが基本になってくるので、足の位置はすごく大事です。踏ん張れるかどうかがここにかかってきます。ですので足の位置は、右足を、まあ、ペダルを最終的に踏みますので、右は前、左は後ろ、できる限り左は後ろの方に踏まれるように持ってきます。足の位置はですね、できるだけキリッといった時に立てるように、できるだけパッと立てるようにします。ので右が前、左が後ろの状態で置いておきます。将来的にピアノのペダルを踏むときは、右足がこのままペダルに引っかかるような形になります。なので必ず右と左をばらして置いてください。いいですか。さあ、この形でまず座りの形ができました。ここから姿勢をまず正します。姿勢を正して座った状態、左足はできるだけ後ろの方に置いている状態です。それで姿勢がまず出来上がりました。 OK ですか。